少年院はどうして行ったんですか？傷害、拉致監禁、血が騒ぐっていうか。じゃあ夜の銀座で働き始めた、はい、働き始めましたね、はい、はい、クラブ、もう高級クラブですね、はい、まあ、ちょうど大震災の時なんで2011年の、はい、から働いてたんです、はい、見えっぱりなんで、やっぱ夜の世界にちょっと興味があったので、はい、どうせ頭下げるんだったら、はい、やっぱ成功した人の方がいいなっていう、はい、やっぱ年下に頭下げたくないっていうのがあったんで、はい、やっぱ年齢層が高い、はい、やっぱ銀座だなと思って銀座で働きだして、黒服、黒服ですね、はい、やっぱ政治家の方とか、はい、銀座って多いので、はい、最初に働いたお店が、はい、すごい銀座で一番のお店だったんです、はい、指名っていうよりも係制度っていうんですけど、はい、係を持って、はい、まあ、大阪では講座って言ったり、はい、僕のお客さんも関西とかの議員の方とか、はい、もう西本とか言って電話来て僕のお客さんとして来る人が、でその人の枝がどん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 接待で使われたら違う議員も僕のところ来てくれるようになって、はいはい、でもある時によく知ってた方が、はい、ニュース見たら、はい、汚職とかですね、うん、捕まったとか、はい、よく銀座によく見てたあの人捕まったとか、はい、でもすごいやっぱ学歴でいい人たちだよね、たちなんで、はい、やっぱ中には10代の頃めちゃくちゃ頑張ったのに大人になって捕まるって、うん、そっちのが経歴としては残るじゃないですか、はい、前科で、はい、僕はまあ前科がまだついてないので、はい、どっちがいいんだろう今と思ったら僕の方じゃないですか、うん、前科はないので、はい、政治家になれますかって冗談で言ったら絶対無理って言われたんですよ、仲いい人に。それは議員さんにですか？はい、絶対無理、はい、なんで無理だ、3つの看板がないと無理って言って、はいはい、無理って言われたらなんかやりたくなるタイプなんで組織票がないとダメだぞとか、はいはい、ああいうのは選挙始まる前からもう勝負は分かってると。そうなんですか。っていうのをよく聞いてて、はい、もう選挙始まってから頑張っても無理だと、はい、選挙始まる前からも大体勝負はもう大体分かるから、はい、無理だよって言われてて、はい、中にはいや、いけるかもしれないよっていう人もいたり、はいはい、ある政治家が妊娠させたんですよ、はい、僕の知ってる女の子、はい、で、なんか降ろさせるときに名前書くじゃないですか、はい、男の人も、はいはい、名前書いてくれと言われて1回、いやーつって僕の知り合いとかそれが書いたんですよ、誰かが結局書いたんですけど、はいはい、それが証拠になって暴露されたらやばいから、妊娠させちゃって、はい、中絶の時の同意書を違う人に書かせる、はい、なんかそれちょっとひどいなと思って、はい、まあ、そういうのを見て、あークズだなって思って、だ自分がなってやろうかなと思ったんです、ね、はい、そしたらある人に東京都知事選出てみればって言われて、はい、まあ、今でも議員の方なんですけど、はい、お前だったら票取れんじゃないかと、多少は、はい、っていう人もいて、はい、いきなり出てみて、はい、今分かんないんですよ選挙の仕方が。分かんないです、ね、周りも誰も詳しい人もほぼいないし、はいはい、選挙って選挙のプロがついたりしますけど、いや、あるじゃないですか、後ろ盾がこう操るような人がいたり、はいはい、プランナーがいたり、はい、そういうのも何もなくて、何もないよ、ね、チラシもなくて、はい、名刺もなくて、はい、やべえと思って出た日に、はい、どうしようどうしようと思って、気づいたら終わるんですけど、はい、でもどん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 喋って、まあ、熱意はあるんですけど喋り方も分かんないんですよね、街頭演説、はいはい、やっぱりこう演説のプロが教えられたりしてる人もいると思うんですよ、演説の方法とか、はい、分かんないんだよ、はい、でなんかある日にその前に歌出してたんで、はい、個人的に歌ってくださいって言われたんですよ、はい、歌ったんですよね、自分の点々虫で歌、はいはい、歌って踊って特攻服でやって、はい、次の日になぜか、はい、いつも演説が10人20人だったのが、30人40人ってもう、はい、みんな待つようになっちゃって、なんだろうと思って、はい、どうやって来たの、なんでここまで知ったんですか、はい、って言ったら TikTok で知りましたって言って、はい、だからもう歌を歌ってほしくて来る人もいたんで、はい、せっかく来てくれるんだからやっぱ踊んなきゃ北裏切るなと思って、それをずっとやめるにやめれなくなっちゃって、はいはい、でそしたら最終日にはもう何百人ぶわーって待ってたりとか拡散されたんですよ、はい、本当は歌って踊りたいってわけじゃなかったんですけど、拡散されて、その動画がハッシュタグでスーパークレイジー君って打つと1億以上いってるんですよ再生が TikTok で、すごい言われるんで点々無視してください、はい、一回やってみますと。その振り付けはご自分で作ったんですか？あれは僕と妻と妹と3人で、家族で、あの歌の歌詞も僕の妻が作ってくれてるんで、はい、
3、2、1。いきますよ。で、最後もう一回ですね。他の候補者見ると、はい、東大出たとか早稲田出た、で国会議員の秘書ずっとやってました、はい、いろんな人尽くしてきましたとか、すごいやっぱ、PR がやっぱ、誰が見てもうわっと思うような、自分って特攻区だし、なんか全身レズミだし、ね、書かれるじゃないですか、親が元ヤクザとか、自分も逮捕歴何回、真逆すぎて、それなのに1万人以上が短期間で投票してくれたっていうのが、ほとんどが小池百合子さんに入って、でその残りで1万票以上入ってるんで、じゃあちゃんとしなきゃってすごい思ってきたんですよ、声かけてこう頑張ってね、みんなふざけて投票したってよく言われるんですけど、やっぱふざけてるだけの1万人が投票所に行くと思ってないので、何が求めてるんですよね。足運ばなきゃ投票できないですからね。あの奥様は東京都知事選に出ることに関してどう？いやめちゃくちゃ反対でした。出ない出ないと言ってて、勝手に妻の車なんですよ、あのベンツって。あ、そうですか。勝手に選挙カーにしたらめちゃくちゃ怒られて。そりゃそうですよ。なんじゃこの車みたいな。出会いは何ですか？まあ同じ職場ですよね。はい。あ、まあ銀座ら辺にいた時にちょっと知り合ったって感じで、はい、はい。で、奥様は過去を知ってた？そうですね、知ってました。実家にバレないようにしたって僕も言わなきゃなって思ってたんですけど。でもご挨拶に行かれたんですね。行きました。もう唐揚げあげてますって言ってて、はい、なんでお前唐揚げ屋の店長なのにベンツ乗れるかみたいな、はい、みたいな、はい、いつも温泉行こう温泉行こうって言われるんで、はい、いやちょっとあの困りますね。ちょっと温泉がちょっとアレルギーで、はい、ずーっと嘘ついてて、はい、やばいな申し訳ないな、はい、でも子供がやっぱりちっちゃいので、はい、パパの、はい、絵が描いてるとか言うんですよ。ほんで口塞ぐんですけど、だからなぁと思っていつか言えなきゃと思ってて、はい、もうちゃんと今はもうバレて、はい、バレて何て言われました？直接何も僕に言われてないんですけど、す妻に対してはニュースか報道で見て、はいはい、スーパークレジックなんだあれやみたいな、はい、ちゃんと学校卒業してサラリーマンじゃん全く違えじゃないかと怒って、はい、今ではちょこちょこ会いますけど、はい、お父さんは多分僕にその話は全く触れてこなくて、はい、今すいませんすいませんって言うと重みがないので、やっぱ結果を出して謝りたいなっていうのは本当に思ってます、はい、で都知事選は奥様は手伝わなかった？はい、はい、スーパークレイジー君って検索すると嫁ってみんな調べてるんです、はい、気になってるじゃないですか、はい、国家公務員決まってるんで妻も。あ、そうです。刑務官なんですよ、はい、女性刑務官決まったので。そうなんですか、はい、まあすごいご縁ですね。それで、どうして戸田市に？3歳4歳から一緒の幼馴染が、はい、家も目の前なんですけど、はい、その友達がまず暴走族になって僕もちょっと、はい、おおみたいな、はい、その友達が今戸田にいるんですよ、はい、相談があると東京からよく戸田に来てたんですよ、なんか困った時、はい、赤ちゃんから一緒だから、うん、で戸田にちょこちょこ来てる選挙があるってことは知ってたんで、はい、東京都知事選挙である程度票数みんな応援してくれたら、はい、戸田でも勝てるって思ってて、はいはい、それで戸田に決めたんですね、はい、その人のところに住んでた？ああ違います、それのまた友達なんですけど、はい、その流れなんですけど、はい、で僕もちょっと前に 2、3年前から捕まってるのがあって、名義は通らない、はいはい、通らなかったんですよ。ああそういうのありますね。有罪にはなってないんですけど、はい、ちょっとあるところの家を出ていく、僕の名義でちょっとトラブルがあった家があって、はいはい、それで名義が通らないんだろうなっていうので、だからここの家も僕の名義じゃなくて、はい、前の家も僕の名義じゃないって、はい、って自分の名義の家じゃないところに住んでても大丈夫という確認をされたんですね。なんか居住実態っていうのは結構難しい話でして、はい、じゃあ週に5回家にいたら住んでたってなるわけでもなくて、はい、東京に家がある人、大阪に行ったり来たりする人もいるんですけど、はい、そうですね。この家でじゃあ毎日寝ればいいのか、友達の家に泊まる日もあると思うんですけど、はい、そっちが多かったりじゃダメなのか、はい、本当に難しいんですよ、はい、
僕が住んでたって言い張ってもダメだし、うん、僕としてはもうレシートとかもまだちょこちょこあるんですけど、はい、レシートを見ただけでも判断できないんですよ。例えば、はい、レシートが少ないとかなんか言われてます。あ、まだ出してないのちょこちょこあるんですけど、はい、じゃあレシートが5、600万あれば住んでるってことになるのかってはまた違うんですけど、でもレシート全部取っとくっていうのもね、だから居住自体認められるって難しいんで。なんでその話が出てきたんですか。いやー、そのもともとある方が異議申し立てを出したんですよ、はい、でもう異議申し立てが出るかもっていうのを市役所の偉い方に呼ばれたんですよね、はい、まあ、僕はもともと選挙当選したら多分面白くないと思う人ももちろん出てくるだろうし、はい、異議申し立て何とりあえず何でも出せるんですよ、うん、あれって、はいはい、疑問がありますとか、はい、だから会ったことない人にでも出せるんで、まあ、そのぐらい来るよっていうのは覚悟はあったん で、はい、でまさかこうなると思ってない、はい、だから、ね、例えば毎日スーパーで目撃証言が100人があったと言っても、じゃあスーパーに来て東京に帰ってたとか戸田じゃないとこ行ってるかもって思われるし、だから防犯カメラも買ったんですよ、はい、ペット用の、はい、だから寝てる動画がないと僕勝てないんですね。はあ、そうなんですか。単純な話、はい、名義人が僕だったとしてもこうなってたし、はい、じゃあ家の中にじゃあ3ヶ月いたっていう、いやそれがないとぶっちゃけもう勝てないって思うんですね、はいはい、それがもし防犯カメラがあったとしても、はい、表札がなかったとか言われればそれで終わるし、難しいのでこれは今表札出さないですね。新聞が取ってなかったっていうのも、はい、ホームページ上げられてましたけど、はい、じゃあ家にいなくてじゃあ表札と新聞バンバン取っていけばいいのかっていうのもなりますし、はい、うん、ちょっと後悔してるところもあるんですね、うん、ちゃんと寝てるところも常に取っとけばよかった、監視カメラコンビニの、やっぱそんぐらいしないと寝てたか寝てないかが大事かなっていうのがあります。まあ、でも投票してくれた方が、はい、の気持ちが一番大事だと思ってるんで、はい、すごいたくさんの方が投票してくださって当選しましたよね。その時の気持ちはどうだったんですか。ちゃんと最後までやってよかったなって思うのと、うん、やっぱ絶対無理無理無理ってみんな言われてたんで、まあ、そうなんですか、はい、無理って言われたらやっぱあそっかでやめたくないので、はいはい、で選挙に出てる他の候補者見るとやっぱ所属がやっぱ国政政党の方もいたんです、はいはいはい、なんとかと、はい、すごい団体なので、うん、ちょっと途中で自信がなくす自分もいたんですけど、はい、いやそれでも応援するって言われて嬉しいので、うんうん、僕より学歴いい人なんかいっぱいいるのに、はい、そこでも僕にしてくれたって意味は絶対あるので、うん、奥様今でも反対なんですよ選挙に出るのは。ああそうなんですか。いや好き放題にあんた僕のタイプはやっぱりこう人に縛られるのが好きじゃないので、はいはい、それも知ってるんで、はい、自由にできなくなるじゃないですか、はい、当然政治な、はいはい、 ね、うん、そこまで無理する必要ないと思うよって、自分が好きなように楽しくやれるんだったら、はい、わざわざ選挙じゃなくてもいいよって言われてます。あ理解ありますね。言葉一つでもやっぱこう問題されたりも上げ足取られるん で、はい、そうですよね。で収入も少なくなりましたし、はい、他でも自由が利かなくなるんでたまには、はい、いやでもなんかお金が別にもらえなくてもいいんですよ、うん、他で稼げばいいだけなんで、はいはい、でも投票してくれた方には感謝はすごいあるんで、はい、その方たちだけを裏切ることだけはしたくないっていう、うん、それが一番ですかね。戸田市で何をやろうと思って、まず子供たちがすごい応援してくれたんで戸田は、はいはい、だから子供のことを全集中してやりたいと思うようになって、はい、まあお金がねあのきつくて塾行きたくても家庭がきつくて行けないとか、うん、スポーツの表しだけお金がきついっていう人も少なからずいるので、はい、まあ、どういう環境で生まれたとしても最低限のことは誰でもできるような役割作りの力の一人になりたいなとは思います、うんうん、将来はこの道でずっと行きますか。行きたいと思います。もっと他を狙っていきますか。戸田市から関係をなくなる人生はしたくないなと思って、はい、例えば始まってます、ね、今後どうするんですか、まあ、当選無効が決定された場合は、はい、この町捨てるんですかとか言われるんですけど、はい、この町のおかげでやっぱり名前もまたどん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 、ね、まあ、当選無効になるかはまだわからないですけど、だからちょっと戸田からすぐ引っ越してじゃあバイバイするかって、はい、絶対それはないので、はい、戸田を拠点として、はい、まあ、上は目指したいというのは決めてます、うん。